は竹野内選手が勝ちました。引き続き第一試合の大阪府小杉選手対東京都畠中選手の試合が行われております。審判は主審の牧瀬選手、副審の大広選手、同じく古川選手です。第二試合を引き続き赤大分県竹下選手対白高知県中澤選手の試合が行われております。第1試合上、東京都畠中選手の小手が決まりました。これ読まないけど、なんかリロードはちゃんとしてる。その理由を考えるのですね。なんで勝負結果入ってないの？ちょっと確認。上の一本が出てない。第2試合上、白中澤選手の勝ちが決まりました。第2試合上、大分竹下選手の面が決まりました。ここにすいませんけど、有効だとすぐアップロードできます。はい、2回戦で、はい、第2試合上、赤大分県竹下選手の面が決まりました。はい、第2試合面で行われました大分県竹下選手対高知県中澤選手の試合は竹下選手が勝ちました。
第2試合場、引き続きまして大阪府、白赤、大阪府デジタル選手対白埼玉県足立選手の試合が行われます。審判は